にちは。経営コンサルタントの長野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を読み飛ばすことなく大きな画面でお読みください。どっか1箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画を見ることはできません。すべての文言一語一句に承諾できた人のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。令和元年10月4日金曜日、暗号資産草コイン中野研究会。もう10月入ってね、今年ももうあと2ヶ月とちょっとですね。はい、もう今年終わりですね。12月はもう仕事したくないし、まあクリスマスもあるし、年末年始忙しいからね。だから、まあ大掃除したりね、はい、旅行行ったりね、買い出ししたり、プレゼント買ったり忙しいので、12月、もう働かない人多いんじゃないですか、もう世界的にはね、働かないですよね。だから、あと1ヶ月とちょっとですね、11月いっぱいまで働いておりということで、皆さんもお疲れ様でした。まあ年末年始、あとクリスマス時期はね、ヘッジファンドも休みだからね、12月の頭から1月の終わりまで2ヶ月ぐらい休みだから、相場動かないですから、動かないからこそ、誰もね、相場やってないから、フラッシュクラッシュが起きちゃうんだよね。誰もやってないんでね、どっか一箇所のヘッジファンドがショート入れたら、ズドドドドーンって落っこっちゃうんだよね。ああいう時はやっちゃいけません。はい。で、ショートでうまく取れるかと思ったら、リバウンドがあるんでね、取れないし、スプレッドもむちゃくちゃ開くんで、ショートポジション入れたとしても、スプレッドでね、マイナスになって、強制ロスカットになってしまうので、フラッシュクラッシュの時に儲かるかって言ったら儲かんないですね、あれもね。はい、スプレッドがむちゃくちゃ100ピップスとか開いちゃうんでね。うん、まあ楽天証券とか、8円とかね、なんかいろいろ、800ピップス開いた時話で昔ね、スイスフランスショックの時ね、800ピップスって、8円って、どんだけだよって、はい、全員強制ロスカットになりますんで、全財産、家建物全部取られちゃうんでね、やってはいけませんね、年末年始はね。はい、何もやらなければお金はね、減らないですからね。はい、もう、証券口座、FX 証券口座からお金全部抜き取ってね、日本の銀行に入れちゃった方がいいですね、年末年始は。まあ、クリスマスも含めて、12月はやんない方がいいですね、頭からね。12月1日からやんない方がいいです。だから、あとは、まあ、10月ちょっとと11月なんでね、1ヶ月ちょっとやって、今年も終わりっていう感じですかね。皆さんも今年は何億円稼ぎましたか。はい。まあ、あとね、税金計算ちょこっとやって、お金を納め、税金を納めて、終わりにしましょう。でね、まあ、新年は、まあ、2月ぐらいからスタートすればいいんじゃないですかね。1月も荒れますからね、非常にね。ヘッジワード入ってきてないんでね、相場がすごいダイナミックに動くんですよね。だから、まあ、12月、1月は、まあ、温泉旅行、日本だったら温泉旅行行ったりですね。はい。で、温泉旅館で、はい、家族とかね、親戚みんな呼び寄せてですね、温泉旅館、まあ、箱根とかね、東京の方だったら箱根とか、九州だったら湯布院とかね、北海道とかもありますよね、温泉旅館ね。まあそこでまあ長期滞在ということで、まあ家族、親戚集めてね、クリスマスやったり、年末ね、紅白歌合戦みんなで見たり、あとは、元日にね、おせち料理食べたりですね。まあ旅館泊まってると何でも出てきますからね。ケーキも出てくるんで、まあ、非常に便利だと思います。うん。まあ相場やってるとね、資金なくなっちゃうんで。今年ね、1年間稼いだお金でですね、
まあちょこっとまあやらないと、相場をやらないっていうのが仕事だからね、金融っていうのはね、やらないことが仕事だからね。だから温泉旅館で、まあ1ヶ月ぐらいね、長期滞在すると、温泉旅館でね、まあ、非常に苦しい仕事ですからね、それがね、はい、相場やらないっていうのは苦しいですから。相場やるのは簡単ですよ、楽ですよ、なぜかというとギャンブルなんで、はい、あのラスベガスのカジノと一緒で楽しいんでね、負けたら負けたで、アドレナリンが分泌されてね、楽しいんですよね、人間っていうのはね、はい、本当はね、資金がなくなって窮地に陥るんですけど、それをね、人間の脳内物質がね、楽しいと錯覚させるんだよね。それで破産に導くわけですよね。そこを、逆手に取らなくちゃいけないので、まあ、よっぽど頭のいい人じゃないとね、なかなか金融投資というのは難しいと思います。まあ、ギャンブルですね。難しいと思います。それで今日は何やるかというとね、昨日少し言ったんですけど、前回の動画ね、海外の草コイン取引所で、非常に有名であったですね、コインエクスチェンジですね、が閉鎖されるというアナウンスがいきなり出てきたんだよね。マジかよと。いうことで、草コインを、まあ、だから、コインエクスチェンジに預けてあるですね、仮想通貨、草コインとか仮想通貨、まあ、ビットコイン含めてね、イーサリアム含めて、もう全部なくなっちゃうと、もう潰れると、倒産するってことですね。だから、早急に売却するか、または、他の取引所に送金する必要があるってことですね。マジかよと、ノアコインの、一見でね、ようやく落ち着けるかなと思ったら、草コインマジかよということですね。で、草コイン取引所って有名なのは、まあ、海外しかないですけどね、草コインっていうのは。コインエクスチェンジと、トレードサトシと、あと、クリプトピアだったんですけどね、このクリプトピアっていうのも、倒産しました。ここはね、クリプトピアはね、ニュージーランドの取引だったんですけど、仮想通貨大量に盗まれちゃったんだよね。それで経営難に陥って倒産しました。で、コインエクスチェンジもね、経営難に陥ってるということですね。なんでちょっとニュース見てみましょうか。これコインポストですけれども、これですね、10月1日、3日前に出てるニュースですが、仮想通貨バブルで人気を博した草コイン取引所が閉鎖へ、収益減少で事業を維持できずということで、まあ漏洩してはいないんだけど、まあもともと草コインってむちゃくちゃ安いから、草コインの取引したってさ、何円とか 0. 何円しか取引手数料ないからね。だから、まあそもそも無理があったかなと思います。海外の仮想通貨取引所コインエクスチェンジ .io が取引運営から撤退することが分かった。取締役会で方針を決定したと。ハッキングなどのセキュリティインシデントが発生して、セキュリティインシデントっていうのは事件ね、セキュリティ事件が発生したわけではなく、取引所を運営する業務コストが収益を大幅に上回っていたことで事業体制維持できなくなった。というと、まあ、もともと手数料ただみたいなもんでしたからね、ここね。で、同社はビットコインの最小単位では取引が安定しない通貨、いわゆる草コインを取引する同時建ての通貨ペアも導入する取引所として、2017年のバブル相場で人気を博した取引所だ。取扱銘柄も600種類を超え、日本のプロジェクト銘柄も上場していたと。そうですね。ビットコインの、少数転移化の桁数が少ないんでね。ビットコインで買うとあんまり買えないんだけど、草コインっていうのは、1円より下ね。もう1銭とかさ、2銭とかいう草コインっていうのは、もちろん日本円で買えないでしょ。だって1円以下だから。草コイン1個くださいしたら1円になっちゃうから全部ね。何銭っていうお金ないから、日本で。だから、同時だったら、1銭、2銭っていう金額で買えるからね。だから、まずビットコインを同時コインに両替してね。だから、1円を、1銭、2銭、まあ、100銭札に両替するわけですよね。で、それで、草コインを買うと、1草コイン、1銭で買えるわけね。
だから直接ビットコインで草コイン買うとすごい少ない量になっちゃうんですよね。でアルトコインは約2年半の下落相場を得て取引高が大幅に減少、取引所を運営する企業収益に影響した。コインエクスチェンジは仮想通貨取引と入金は、10月15日に終了と。10月15って早すぎねえかお前って。もう15日、2週間後に終了会発表してね、10月1日に発表して2週間後、10月15日に終了、火曜日終了ですね。まあで12月1日にも取引所のサイトを閉鎖しますと。だから草コインを同時コインに変えて同時コインをビットコインに変えるなどの取引はもう10月15日で終わりですよと。入金する人もいないと思いますけどね。あとはね、あと12月1日には取引所を閉鎖するから11月30日までに出金処理をしてくださいと。だからビットコインに変えて日本に送金するか、例えば草コイントレードサトシだったらトレードサ、ストロングハンズだったらストロングハンズを同時コインとかビットコインに変えたくないのであれば、まあ、他の取引所に送金してくださいってことですね。はい、まあ、とにかく10月15日過ぎちゃうと、まあ、草コインを同時コインとかビットコインに変えられないから、だから他の取引所に送金するしかないってことになっちゃいますね。報告文では今はお別れをせざるを得ないか、市場次第では再び事業を再開する可能性もあるとのコメントを残しているということですね。それで、まあ、しょうがないよね。まあ、仮想通貨バブルが、まあ、一旦収束したって感じかな。まあ、どこまでみんな我慢するかですね。まあ、こういうもうダメだと諦めたっていうね、思ったその次の瞬間に爆上げするからね。まあ、リップルなんかもそうですけど。だから、まあ、ここで、売却して諦めるか、それかまだ始まってないからね、仮想通貨なんてね。だから、まあ、まだこれからだと思って、刑務所投資法でね、5年10年まだ持つんだと。まだ2年ぐらい、1年半とかね、2年しか経ってないから、そうだよね。まあ2014年だったかな、日本のね、マウントゴックスがビットコインを大量に盗まれてしまってね、でビットコインの価格がその時10万円だったんですけど2万円になっちゃったんですよね。もっと高かったかな、12万円だったかな、12万が2万になったんですね。6分の1になっちゃって、まあ100万200万1000万2000万ビットコインに換金して預けてた人、若い人を中心にいっぱいいたんですよね。でその人たちが、まあひどい目に遭ったと思う。まあそうですね、まあその人たちだけじゃなくて世界中のねビットコイン保有者が、まあ、財産6分の1になったということですね。でひどい目にあって、まあもう懲りたと思ってそこで売った人は、まあ、財産が6分の1になって終わりということです。ただそれでもね信じて持ち続けた人だけが、2014年だから4年後か、大体丸4年後ぐらいですね、丸4年後ぐらいに250万までつけたわけでしょ、ビットコイン。で、まあ、平均して、まあ、120万か100万ぐらいでね、売却できたとしたら、例えば、まあ、平均ビットコイン購入価格10万円だとしたらね、まあ、全財産が10倍になって売却できたわけですよ。だから、100万買った人は、1000万、1000万買った人は1億になったと。いうことでございまして、一旦、まあ、6分の1になったけれども、まあ、それでも持ち続けてた人だけが勝つんだよね。これ株も一緒だしね、為替も一緒なんですよ。まあ、あとはまあ普通のね、ビジネスも投資だからね、ベンチャーとかフランチャイズ展開とかね、なんかもう会社辞めてね、サラリーマン辞めて、独立起業しようとした時にも石の上にも3年っていうでしょ。まあ大体独立したら10年間ぐらいは食べていけないと思った方がいいですよ。10年ぐらいは食べていけないけど11年目ぐらいには食べていけると。
なぜかというと、その前にね、独立起業した諸先輩たちが引退するからなんですよね。だからようやくね、席が空くんですよね。で、それは僕も29歳でね、三菱商事辞めて独立した時に、本に書いてありましたね。そうか、10年かかるのかと。で、僕はまあ若かったからね、29歳独立して39歳、10年後39歳でしたけど、まあ、39歳の時には、もう、一月の、税金とかね、社会保険料抜いた一月の給料の手取りがね、150万ありましたからね。もうね。だから、29歳とか30歳、31歳、32歳の時は、まあ、非常に貧乏でしたね。借金、お金なんか残んなくて、毎月借金でしたけどね。10年以上、まあ、僕はもう20年独立してやってますけどね。まあ、10年経たないとなかなかね、難しい。こういう金融投資なんかもそうですね。だから、10年間お金がロックされてしまいますからね。はい。それを見込んでですね、あんまり不必要、まあ、早々必要なお金っていうのをですね、まあ、金融投資に回さない方がいいかなとは思いますけどね。うん、で、まあ、草コインにつきましても、ここでね、諦めてビットコインに変えて、日本に送金して、日本円に変えてしまうのか、それか、いや、他の取引所を探してね、そこに送金して温存して、いや、まだまだ持つんだと。やるのかは皆様の自由です。はい。ただ、石の上にも3年、5年、10年ですから、何かを成し遂げるためには、やっぱり10年は、1単位10年はかかることは、もう確かですね、これはね。はい。それで、具体的な対策は2つしかないです。で、1つ目は、草コインを売却するですね。1、草コインを同時コインに変換すると。で、まあ、同時コインじゃなくて、ビットコイン直接に変換できるものもあります。で、草コインを買ったときに、ビットコインは同時コインに変換してから草コイン買ったか、それとも、ビットコインから直接草コイン買ったかっていうのは多分覚えてると思うので、やってください。同時コイン、ビットコインは同時コインに変えて、それから、同時コインで草コインを買ったはずなんだけど、ってやつを、逆にね、変換するときに、同時コインを挟まないで、草コインを直接ビットコインに変換してしまうと、ものすごい少ない金額になっちゃうんでね、気をつけてください。括弧に同時コインをビットコインに変換する。括弧3、ビットコインを日本の取引所へ送金する。草コインもですね、同時コインも日本の仮想通貨取引所では取り扱ってないので、やっぱり、そうですね、ビットコインに変換して、まあ、ビットコインを日本の取引所へ送金する。のが一番いいと思います。で、括弧4、ビットコインを日本円に変換し、出金すると。まあ、ビットコインに変えてそのまま温存しててもいいですよ。それかもう日本円に変えたいっていうのであれば、ビットフライヤーとかコインチェックとかね、財布とか、ビットポイントジャパンとかビットバンク、などでビットコインを日本円に変換して出金してください。そして、括弧5、日本の銀行 ATM で日本円を受け取ってくださいと。いうことですね。で、これについてちょっと、見てみましょうか。それでですね、今私の YouTube 見てると思いますけれども、私の YouTube 中の字と、で、まあ新しいやつね、例えば、これ、でとりあえずここまでやって、ね、また眠らせとくと。ノアウォレット薄毛はあっさり治ります。これもっと見るのを見てですね、下の方行っていただいて、海外口座のおすすめ、っていうところでコインエクスチェンジ、上から 1,2,3 ですね、コインエクスチェンジ海外口座を押してください。そうしますとこういうのが出てきてですね、これ日本語に翻訳ってやると、まもなく閉鎖されます。詳細についてはアナウンスをご覧ください。2019年12月1日まで全ての引き出しが完了していることを確認してくださいと。で、これアナウンスのとこを押すんですよね。で、こういう、メッセージが出てきますから、ちょっとこれ日本語にしますよ。
はい、婚約戦場終了しますと。婚約戦時の取締役会が取引所を閉鎖することを決定したことをコミュニティに通知する必要があることは非常に残念ですと。残念じゃねえだろ、お前。こっちは大変なんだからなと、忙しいのにね。残念どころじゃないだろうと。犯罪だろうと。で、これは純粋にビジネス上の決定であり、セキュリティ違反やその他の種類のインシデント、まあ、事件、事故ですよね、は発生していません。残念ながら市場サービスを提供し続けることは経済的に実行不可能です。必要なレベルのセキュリティとサポートを提供するためにコストと収益を上回りますと。まあ、それは経営努力が足んないからだろうと。ね、もっと、投資先を見つけて、融資先を見つけて、会社を継続することが、経営者の責任でしょうと。ふざけんなと。はい。もっと広告収入とかね、そういうので、お金得なくちゃいけないでしょうと。で、2019年10月15日に取引と入金を停止されます。できるだけ早くに、入金と取引を中止してください。ウェブサイトと引き出しは2019年12月1日まで有効です。この日付までに全ての資金を削除してください。まあ、出金してくださいと。それは素晴らしい旅であり、暗号通貨の分野での役割を楽しんでいます。通貨を取引または上場している全ての人に感謝しますと。日本語変換が変だね。残念なことに今はわかりです。しかし市場の状況変化した場合、私たちは将来戻ってくるかもしれませんと。なるほどね。はい、ということで、一回戻ってですね。では、ログインしたいと思いますね、これね。で、これ右上にログインがあるんで、ここ、ログインをします。はい。で、私はロボット、そうだね。ちょっと待って、これなんで書いてあるんだろうね。追加のセキュリティチェックが必要と。私はロボットではないと押すでしょ。で、ユーザー名とパスワード。これね、ユーザー名っていうのはメールアドレスじゃないですからね。メールアドレスじゃないですから、まあ私はこう、有事な可能です。で、パスワードは、今ちょっとノート見ますからね。もう1年以上前のことなんでね、懐かしいなと。1年半ぐらい前ですかね。どれかな。あ、これですね。はい、そしたら私はロボットではないを知ってログイン状態を記憶したいんだけど、でログインってやるでしょう。はい、で出ました。で IP アドレスが承認されない場合には、メールアドレスがメールが来ますからね。で、これログインしてですね、僕はほとんど売却してしまってないんですよね。売却しました。はい、売却しました。今年の5月から6月ぐらいですかね、ビットコインとか仮想通貨全部すごい高かったんですよね。で、なんとなく怪しいなと思ってたようなんで、このね、中野研究会とか、この私の YouTube を見てくれてる人には、全員にお伝えしてました。はい、もう売却したんで、皆さんも売却した方がいいですよって言ったんですよね。そして、ここにね、トレードサトシとかさ、いろいろあるじゃないですか。600種類もありますからね、エリートとかね。で、これを、例えばエリートは1337ですけど、例えばエリートを売却したい、エリートを、そうですね、トレードですね、トレード。そうすると、こう、あ、違うか。マーケットですね。マーケット行って、ちょっと、早く行ってこう。行け行け。マーケットですね。まず同時コインに変えるんですよね。で、何やるのってことで、まあ、1337、同時コインと。いうことで、あ、ちょっと待ってね。OK か。で、ここに1個だけね、ありますから、ここを押すと左とかね。そうすると、エリートね、1337ですけど、略称ね、あと同時コインマーケットが出てくるんでね。で、これ出てきました。で、ここで、わかんない?ちょっと早かった?うわ、すごい落ちてるね。落ちちゃってるね。
高い時もあったのかな、やっぱりね。エリートね。ただ去年、ああ、毎日見てないとダメだね、これ。なんでこうね、すごいヒゲになってるね、これ。やっぱり、売り差しに出てた人は、去年の6月5日に儲かってるんだね、これね。あ、でも今そんなに下がってないのか。下がってんですね、すごくね。すごく下がってんですね。ただまあ、去年買った人は、去年の前か。ここら辺で買った人はやっぱり少し上がったんだね、ここね。あとこれなんだろうね。間違っちゃってすごい高い値段で買ったのかな。ヒゲがついてますね、このとこね。売り差し値をしてた人は、あ、ここまで 0.3 円まで上がったんですね。売り差し値をしてた人は、ものすごい儲かって、同時コインがチャリーンってたくさん出たんじゃないか。あ、これ違う。取引量が、あ、やっぱりいいんだよね。0.3 同時まで上がったんですね、これね。すごいね。わ、すごいね。だからやっぱり売り差し値ってね、入れないとダメだね。そんな法外な値段じゃなくて、10倍ぐらいでは、15倍ぐらいでは入れとかないとダメですね。5倍ぐらいではね、やっぱね。だから、まあ、儲かった人いるでしょうね、これね。今はちょっとだいぶ安くなってますね。それで、買うときはね、この倍で買うんですよ、倍で。倍でね、買って。で、今回は売らなくちゃいけないんで、こう、セルの方でやるんですよね。で、まあ僕持ってないんで、もうゼロなんですけど、アマウントっていうのは、枚数なんで、この、まあ、エリート1337の枚数、まあ例えば1000枚持ってると、1000ですよね。で、プライスにして、プライスは、これ一番上が一番高いですからね。だから一番上をこう押すとこ入りますから。ね、で、まあ今、1000枚持ってねえだろうと、お前ゼロだろって出てきましたけども、アベラブルバランスゼロって書いてあるからね、これね。で、トータルで1000枚のプライスがこれだと、トータルこれだけですよと。4.85 同時ですよと。で、手数料 0.15% 取りますから、実際には4.842794.89 枚ですよと。これでよければ、これサブミット。セルオーダーを押してくださいと。そしたら同時コインに変わりますよと。まあこれだけなんですよ。これだけ、これだけ。これだけです。はい。そうするとまた同時に変わるね。そしてまた、マイアカウントのバランスですね。バランス見て、バランスがまあ、貯金通帳みたいなもんですから、ここで、自分がね、まだこのコインエクスチェンジで保存されているものをがこれ一覧出てくると。で、右上にですね、ハイドゼロバランスということで、まあ、金額ゼロのやつはもう表示しないよっていうと、まあ僕はもう全部売っちゃったんでね、ないんですけども、まあ、ここにね、金額が、あると、枚数があるものだけが表示されますから、このハイドゼロバランスを押すとね。まあ、これで、まあ、全部やってくださいということですね。まあ、今のように同時に変えて、で、同時コインをビットコインに変えると。で、同時コインをビットコインに変えるのも、マーケットに行ってですね。まあ、今、また相場は悪くなりましたね。一時良かったんですけどね。で、ここを、今度ビットコインにして、ここね。で、ここを同時にするんですよ。ここにあったね。同時のビットコイン。そうすると、ビットコイン、同時コインマーケットって出てくるから。で、ここで、同時コインをビットコインに変えると。まあ、同時コインをイーサリアムに変えてもいいんですけどね。まあ、結局、イーサリアムは日本で取引できるからね。ということなんだけども。いや、同時コインもすごく落ちたね。一時すごい上がってたんですよね。ここら辺までね。まあだからこういうところで買った人、やっぱり2倍ぐらいになったのかな。なんでビットコインも上がってましたもんね。まあだから時期を逃すとものすごい安くなっちゃうってことですね。ただ、
まあただ今はビットコイン値段高いですから、そんなにドージコインで損するってことはないと思いますね。はい、でここで全然、まあ、ここにね、ドージコイン今何枚持ってるか出てくるので、ここをチャリンと押すとここに入りますから、今ゼロとかありましたけど、でプライスは一番上ですね。買ってくれる人がいると、でここがあまりにも枚数が大きいと、ここの一番上の高い値段で買えない、売れないんですよね。ここで売りに出てる枚数が今1、10、100、1000、10000、100000、494万6303枚ですから、ちょっとお聞きしようか。これ以上枚数持ってたら、その、1回で売れないですからね。1回一番高値で売って、その次は残った枚数はその1個下の、高値でまた売るしかないですね。うん、ここですよね、バイオーダー。もしね、この494万6303枚以上の同時コインを売却しようとしたら、まずここの27サトシで1回売却して、今度26サトシでまた売却しないといけないね、まあ、そんな感じになります。自動でね、バン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 っていかないんですよ。それは、成り行き売却なんですけど、これ、成り行き売却がないから、差し値入れないといけないからね。うん。で、これでサブミット。そうすると、同時コインがビットコインに変換されると。で、最終的にはそのビットコインどうするかっていうと、このマイアカウントのバランスを見てですね。一番上にビットコインあるでしょ。一番上にこうビットコインあるじゃないですか。でビットコインのビットコインの欄の、あ、ほんでね、売却したいんだけどできない場合っていうのはね、この、オーダー、売りオーダー、売りオーダー、まあ、売り差し値のオーダーに引っかかってるんですよね。うん、売り差し値入れてるとですね、売却できないんですよ。で、ヘルド、ホールドされてると。うん、そういう場には、ホールドをですね、解除しないといけなくて、まあ、その場にはどうするかですよね。まあ、それちょっと後でやりますけど。で、このビットコインの欄、ビットコインの欄あるでしょ。で、このアクションのところで、ウィズドローっていうのが送金ですから、送金、ウィズドローってやってですね。で、いくら送金するのかと。アマウント10、1回の送金では10ビットコインが限度ですよということですね。で、手数料は 0.005、まあ、500円ぐらいかかりますよっていうところで、まあ、1ビットコインあるんだったら1ビットコインでいいし。ね、そして、これウィズドローアドレスなんで、ここにビットフライヤーとかコインチェックとか、のですね、ビットコインのウォレット ID をここにコピーペーストします。ほんで、アカウントパスワードですね。この取引所のパスワードを入れて、こう押すということですね。うん、まあ、ちょっと今何にも入ってないのでね、枝が出てるだけですけど、まあ、具体的にはちょっと難しい人は難しいかなって今思いました。はい、ちょっと難しいかなと。まあ、ほんで、ちょっとわからないと、全くわからないし、何やってるかさっぱりわからない人は、もう私までね、LINE でね、連絡していただくか、携帯電話090-1218-1504までご連絡いただければ、まあ、ちょっと、すごい時間かかるんですけど、やるしかないかなって感じですね。で、こういうエクスチェンジで、まあ、どのぐらいね、買ってるかわからないですけど、まあ、10個ぐらいなら、まあ、2、3時間でできますけど、2時間ぐらいか。ただ、50個とか買ってるとね、丸1日かかりますし、場合によっては、2日、3日ぐらいかかるから、いろんなことあるからね、途中でね、売却できる、できないとか、あるので、まあ、そんな感じ。それで、私は今ね、個人コンサルティングは、1日2万2000円でやってます。で、
これまあ かつてね、あのコンサルティング受けた時ある人は半額の1万1000円でやろうかなと思ったんだけど、あのすごい大変なんですよ。何人かやったんですけどすごい大変だったんで、やっぱり2万2000円でやりますんで、どうかご承知おきください。そうだね、まあ、たくさん草恋持ってる人にとってみればちょっとこのままねほっとくと0円になっちゃうからね、まあ、ちょっと検討しなくちゃいけないですね。はい、あともう一つがですね、対策1、対策2の方なんですけど、草コインを他の取引所へ送金すると。でコインマーケットキャップを開く、草コインを検索するということですね。でまあ例えばここのところね、デポジットかバランスで、まあストロングハンズとかエリートとかね、ラビットとかなんかいろいろあるじゃないですか。ムーンコインとか、いっぱいありましたよね昔ね。そういうものをですね、まあ、売却したくないと、まあ、価格もちょっと安いしずっとまだ持ってれば高くなるはずだと思う人は、他の取引所、この草、他の草コイン取引所に送金すれば OK です。それどこに送ればいいのかと、まあ、とりあえずサトシなのかどうなのかっていうのはちょっと調べないといけないんですよ。それでコインマーケットキャップ開くでしょ、コインマーケットキャップを開きまして、で一つ一つね調べないといけないのでコインマーケットキャップ開いて草コインを検索します。例えばトレードサトシ、トレードんちがうストロングハンズね、ストロングハンズ出てくるんで、これストロングハンズね。でそうするとこうストロングハンズの、ホームページがで、まあ、情報が出てきますんでね。このストロングハンズって懐かしいよね。でストロングハンズ出てきてどうするのってことなんですが、市場を見て送金先の取引所を探しますと。で市場っていうのは、ここね、このここのところ、ここのチャートの右側にある市場を押します。そうすると、昔ね、トレードサトシも扱ってたんだけど、今はないですね、トレードサトシが。ちょっとよくわかんないところばっかりですね。それで、まあ、このコインディールっていうところは、リップルに変換できるみたいなんですけど、まあ、リップルは日本でも取り扱ってるからいいんですけど、取引ボリュームがね1日で0円なんですよ。ただ米印書いてあるのもちょっと危険なんですけど、クレックス24も多分閉鎖なんでしょうねこれね。だからまあ NXT とかこれ ZNY とかよくわかんないんで、やっぱここしかないね。ここえ大丈夫これ箱もダメですね。ストロングハンズ SHND ウォレットマーケット、ああダメって書いてあるね。ここ10月1日に、上場廃止となるとちょっとここダメでしたね。じゃあこれか、ここ大丈夫なの。まあちょっと危険は危険だよね草コインね。まあコインエクスチェンジみたく、コインエクスチェンジみたくね、経営が成り立ってないとこっていっぱいあるんだろうしね。ここもちょっと待ってね、もう一回押しますね。JPY ってのありますけどね。ストロングハンズは SHND なんですよね、名称がね。でもこの、もうないね、すでに。ビットコイン、ライトコインになっちゃってるし、ストロングハンズってのは多分もう消滅するのかもしれないね、世の中からね。
あとはここ。あ、ここは大丈夫か。あ、これ大丈夫ですね。ここは大丈夫ですね。まあ、ここに送金して温存するかですね。まあ、ウォレット機能みたいな感じで、まあ、ここ温存すると。そして、温存するのであれば、ここですね、取引所の口座開設を行うということになります。この口座開設どうやるのと。サインアップ。まあ、いつもと同じようにね、海外口座か、口座開設をしていけばいいということですね。まあ、日本語になってるので、ね、簡単ですね、これね。はい、ということで、これはね、これは一つ一つね、調べて、送金できる取引所を調べて、そして口座開設をして送金となりますので、むちゃくちゃ時間かかるね。うん。この対策1よりも、10倍ぐらい時間かかるんじゃないですかね。はい。これは、場合によっては新規で、取引所の口座開設を行うと。レクサコインを送金するし。まあ、すでにね、例えばもうすでに口座開設をしている草コイン取引所、例えばトレードサトシなどでですね、取引ができるのであればそこにね、もう送金するだけでいいので、簡単にできるんですけどね。だから、ちょっと時間かかりますね、一つ一つね。コインマーケットキャップで、まあまた、時価総額が23兆円まで落ちてますから、一番低かった時が19兆円ですよね。で、その時ビットコインが38万円ぐらいまで落ちてたから、だいぶそこら辺まで落ちてきてるね。ビットコインは今、86万円ぐらいかな。だからビットコインは高いんだけど、他の、まあコインが下がっちゃって、かなり下がってるんじゃないですか。ほら。ビットコインの割合がむちゃくちゃ高いんだけど、他の草コインはすっごい低くなっちゃってるよね。割合がね。だからちょっとどうなのかなと。どうなのかなと思いますね。非常にまあ、昔と同じですよね。この辺と同じような感じで、昔に戻っちゃった感じですね。まあ、ビットコインだけが強いと。で、イーサリアムも非常に弱いですね。今、弱気になってますね。まあ、ただ、台頭してきたからね。だからまた、これ復活劇っていうのはあるんじゃないかなと思います。ちょっとお待ちください。はい。すいません、海外からね、ヨーロッパから電話来ましたね、LINE 電話がね。こういう、ちょうどね、今回のコインエクスチェンジの件でしたね、どうすればいいのかって話だったので、動画ね、今作ってるんで、見てくださいと話をしました。まあ、ピープコインとかね、持ってる人も結構いると思いますし、いっぱいいるんじゃないですかね、いろんなものをね。まあ、600種類もありますしね。まあ、草コイン投資法っていうのは有名でしたからね。はい。まあ、こういうことになってね。まあ、こういうことも、まあ、ワントゴクサなんかもね、まあ、大変な事件になってですけど、それを乗り越えた人だけが、まあ、億万長者になったわけだよね、最終的にね。あれで、ワントゴクサがね、で、まあ、資金が凍結されてしまって、民事訴訟を起こしてね、今ようやくまあ返還されたと。うん、まあ、100万、500万、1000万、5000万、1億ってね、預けていた人がようやく返還されたみたいですね、5年ぐらい。4、5年かかってね。まあ、あとはまあビットコイン、まあ、マートゴックスには預けてなかったけど、他の取引所に今、ビットコイン預けてて、6分の1になったと一瞬でね。まあ、それでもまあ売却しないで持ってた人だけが、まあ、億万長者なんですよね。まあ、それはまあ私の、セミナーに来てくれた人とか、個人コンサルティングを受けてくれた人も、結構そういう話してましたね。だからまあ、株もそうだし、為替先物なんかもみんな、先物は関係ないけど、
株とかね、為替なんかもそうなんですけども、まあ、とにかく忍耐の勝負で、まあ、一声10年だね。10年かけてようやく、まあ、投資っていうのは、まあ、日の目を浴びると。融資っていうのは違うですよ。融資っていうのは翌月から金利つけて分割払いで返ってくるんでね。うん、その代わり、まあ、全然、何パーセントかのプラスになって返るだけでしょう。融資は保証されるからね。ほぼほぼね。ただ、投資っていうのは、ほぼほぼ0円になるから。でも、時間をかけて忍耐を、かければね、100倍にも1000倍にも1万倍にもなるということですね。はい、ということですね。今日はこの辺、これで終わりにさせていただきます。これですね。今日やったことは、本日のお題、海外の草コイン取引所コインエクスチェンジが閉鎖されるので、草コインを売却または送金する必要がありますということですね。それで、ちょっとあれ見てみようか。トレードサトシ。トレードサトシは大丈夫なのかこれ。あ、綺麗になってるね。綺麗になってるね。あ、なんかヘンテコリンじゃないね。大丈夫だね。あ、すごい綺麗になったね、トレードサトシって。あ、なんだろう。これすごくいい。あ、すごい綺麗になった。あ、なんかやる気満々ですね。やる気満々だな、これ。あ、トレードサトシ、すごい、見やすい。全然ダメだったんだけどね。やる気満々ですね、トレードサトシはね。まあ、ここで取り扱って、まあ、ストロングハンズは取り扱ってなかったけども、ここは相当数取り扱ってるんで、草コインもね。こっちに、そのままね、売却しないで送金できるものもあるかと思います。それではね、今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。あ、これトレーサーとしてすごくいいね。これやる気満々だね、これ。あ、なんだろうこれ。はい、失礼します。